おー、お久しぶりです。久しぶりです。わっさーもうぶち壊せ、ぶち壊せ。どうしても比べちゃって、なんか大丈夫かなと思って。なるは何？何？成長なんや？できてる実感がないって言った？はい。Why？ なんか、身近にいた人たちがもっと成長してるから、なんかどうしても比べちゃって。悔しい。そうやな。横にいる3人と比べたらどう？比べるっていうか、このままで大丈夫かなって。多分なんか結構心配性だから、そうなんか本当に伸びてんのかなとか思って、その4ヶ月前とかはある程度時間あると思ってたけど、もう4ヶ月も過ぎたし、なんかこのままで大丈夫かな。希望いつデビューしたの？今年中には絶対デビューしたいと思ってます。なっただからやっぱ1日1秒すんごい大切ですよね。はい。目標があるって本当に大切だし、でそのもどかしい気持ちとか、自分ってちゃんとできてるのかな、上がってんのかなって思う気持ちがあれば絶対成長してるから。だからいいの、それで正解だから。やってあげることは自分に対して、お前めっちゃ頑張っとるぞ、めっちゃ成長してないと思ってるけど大丈夫だぜ、自分にちゃんと愛を与えることです。はい、みんなやってみ、自分に、お前めっちゃかっこいい、やばいな、言ってみ、自分に向かっていく、自分の名前剣最強。えっと、かっこいい、かっこいい、かっこいい、頑張っとるぞ、頑張っとるぞ、頑張っとるぞ。はい、横のメンバーにも、はい、横のメンバーにも、はい、ちゃんと言ってあげる、お互い目を見なさい、お互い目を見なさい、目を見る、頑張っとるぞ、頑張ってる、みんな頑張っとるぞ、成長してる。大切なことは、なんかどっかで、例えばなんか頑張りすぎたら、それがマンネリ化するときってなる。だから俺といるときは冒険しれとか、自分がやったことのないことをやれって言ってるのは、やっぱたまに違うことをインプットしないと脳が停止すると思う。俺はだからちょっとでも遊び心とかいたずら心とか、今日は俺こうしようとか、今日寝ながらこの振り踊ってみようぜとか、自分を自分がびっくりすることを一日一回実はやってほしいけど、俺って本当感謝してんのが、なんか大好きなことがなんていうか、お仕事になっちゃってるわけですよ。好きなこと毎日できてるって本当なんかやばくね？だよね、だよね。だから楽しいはずなの、本当は。この音楽とかダンスとかレッスンとか本番を好きっていう心をなんかちょっと失いかけてる時に、なんていうの、あ、遊ぼうとか、なんかやっぱ脳に違うことを常に入れてほしい。じゃあ次は同じ感じでダンスムーブメントいきます。あゆたが作ったやつを次なるがコピーして、次に作って剣にあげるっていう。ダンスリレーお願いします。 GO！ 初雪一緒に見れたね。チャンネル登録高評価お願いします。ホッホッドゥルーホッホッドゥルーブホッホッフーハッホッホッドゥルーハッチッチッハッホッホッドゥルーブ。
遊べ、もっと遊べ。こういったさ、その遊びが脳に変化を起こすわけですよ。だから遊び心ってマジ大切。 OK? いや、え、みんな何したい？逆に何かリクエストないの？リノ先生どうもなくないよね。何今やってるそのコピーダンス、フリーで終わったぐらいなんですけど、ちょっと見てもらいたい。はい、もちろんもちろん。この歌の意味は何でしょうか？泣きたくない。みんなどういった心境で披露してくれてましたか？ちょっと切ない感じなんですけど、途中から特に自分の振りとかはなんか抵抗するような感じの、自分を表現するのにすごいいいところがあるので、自分の気持ちをどんどんこう表すっていうか、そういう感じで踊りました。 OK。 言わせていただくと、音楽の凄さって意味わかんなくてもわかるんだよ。こう音楽こう感じるからっていうことを遠慮せず出せば伝わるんだよ。だからここが俺がいつも言う世界観。音楽、リズム、バイブ、このアーティストの声を通してどういった切なさを俺が感じてる、でそれを俺がバトンタッチして俺の切なさとに変えてやるっていうのは、実はもうたまに意味わかんなくても全然 OK なんだ。自分はデビューするのが当たり前っていうマインド、もうデビューしている自分、自分もアイドルですって認識した状態で、まだ振り覚えてないのが不安ですとか、自分成長してるのか不安ですっていう悩みを持ってほしい。俺が高校生の時にジャネット・ジャクソンっていうアーティストをご存知か分かんないんですけれども、まあ、アメリカのアーティストさんがいるわけですよ。で彼女のミュージックビデオをあの家のテレビに何百回見て、ジャネットの隣で踊ってるかのように練習してました。でそしてどうなったと思う？実際一緒にお仕事できたんだよ。だからやっぱそのやる気っていうか信じてる状態っていうのが、時は分かんないけど絶対現実になるんだよね。だから本当に自分が自分を信じる力っていうことをもう一回叩き込んでほしい。次はちょっとパフォーマーとしてカメラがここにあるからカメラ意識とか、ちょっとプロのスキル、テクニック、そしてこれが俺です。なんならさ、もうファイナルかもしれない、これで見て投票されてまたデビューできるぐらいのさ、一か八かのチャンスっていう、俺はもう一個違いますみたいなさ、アピールを今の感情があるんだけれども、音入った瞬間パッ火つけてみ、俺はアーティストですっていう火つけてみ、行ってみ、俺アーティスト、俺アーティスト、はい、Let's go, let's go, one more time。Oh!
なんかこの感覚、この終わった瞬間のこのなんか何とも言えないこの感覚が毎日やっとけばすぐデビューできるよ。はいはい。これがないとダメ。まずわかる。なんか違うのわかるっしょ。はいはい。違う汗やろ今。いい感じや。もう自分自身に誇りを持ってほしいです。今めっちゃめっちゃ色人とも素晴らしかった。すみません。久々に笑顔にりのちゃんになりました。Good job! Thank you! Thank you! Thank you. Yes! じゃあもう一個みんなにサプライズが実はあります。プレゼントを用意しました。え？え？何？何？はい、じゃあ皆様カバーカバー、いつも頑張っているラボネボーイズ、私からプレゼントです。オープン。せーので、はい、どうぞ開けてくれ、開けてくれ。うわ、何これ、何これ、うわ、やーす、これ見える、これ。はい、あ、見えます。ということで、はい。え、食べる？ちょっとお匂いを嗅いでみてください。食べるの？これ。食べるのか？食べない、食べない。匂いですよ、これ。あ、匂い。あ。これだぜ、これ。おぉ。めっちゃいい匂い。うわ。スムーズブレーディ。いつでもどこでも気分転換したいときに匂いを嗅ぐ。ありがとうございます。ぜひ使ってください。ありがとうございます。私本当おすすめです。ありがとうございます。他にはないグループ、他にはないグループイコール自分自身になるってことだからね。はい、ありのままでぶちかまってマジで。はいはい、ありがとうございました。じゃあ、あのデビュー明日ですかね。はい、いいかな。おじゃあ、あのすぐ楽しみにしてるんですけど、いいっすか。はい。Alright! I love you! I love you too! That's right!久しぶりだったしね、喋れた。半年ぶり。マジでさ、韓国とか絶対さメンタルやられるとき来るやん。マジで一回話したいよね。マジもうメンタルケアしてほしい、めっちゃ。なんか全部オープンしてくれるの、ね、心を。そう、なんかそうやけん、リノさんやけんオープンになるっていうか、なんか普通の人に言えんことも言えるやん、リノさんに。意見今日いっぱい話せてよかったなって思ったし、それにめっちゃ向き合ってくれる意見、めっちゃ言葉が刺さるっていうか、うわーってくるよね。ありがたいなって思う、めっちゃ。自分がまあいることがもう素晴らしいことみたいないうのを、多分まだでもしっかりは全部は飲み込むっていうかはできてなくて、多分それも今そうすぐしようとも思わないし、時間かけてちゃんとやってって受け入れて、でそっからっていうのをもうやろうとしてるから、それはもうちょっと時間をかけてやっていこうかなって。でもそのそうやってやっていこうって思えたのは今日のその一個変化かなって思う。なんかそのやっていくときにまた忘れていくと思うの。そのなんかプリューで習ったことが今になってそのちょっと少しずつ忘れかけていってるっていうか、からそれをその毎日頭の隅にでも置いといて、その意識していくことがいいかなって思う。今日も後で自主練ダンスとかもやっていくけど、これからもずっとデビュー目指して、その忘れずに意識、もう全ての行動に意識して頑張っていきましょう。はい、はい、せーの、リノさんありがとうございました。使います。
笑